今ですね、セブ島にあるこういうシューティングのお店に連れてきてもらいました。こちらのね、ドライバーさんがすごいいい方で、連れてってあげるよということでサービスで来ました。いや、初めてのガン、ちょっと緊張するね。ここにヘッドホンみたいなやつがあります。かわいいね。おい、どうしたの。おい、かわいい。いっぱいご飯食べてるの。本物の AK が出てきた。これ全部本物。やばいな、超重そう。こんなのできるの。あ、レボルバーもある。すげー、すごい。今からね、説明があるらしいんですけども、ピストル30発3000ペソ、30発3000ペソ、30発3000ペソか。 From 30 30 This one 30 発4000。 どうしよう、ハンドガンが30。なんでやねん。
nice experience. はい、セブ島でね、初めての鉄砲体験をしてきましたけども、ハンドガンは割と狙いやすいんですよ。でもね、リボルバーすごい重い、あと銃口長いけど、まあね、結果はさっきの今写真であると思うんですけど、結構真ん中に渡って上手っていう風に言われましたね。結構中暑くて独特の雰囲気がありました。ちょっとやっぱりね、そういう鉄砲扱うとこだから、まあ、慎重なんでしょうね。すっごい経験、この1日でセブ島、30発で8000ペソだ、3000ペソなんで8000円ぐらい、日本円で。まあでも普通にハワイとかもっと高いって言ってました。いや、いい経験です、ね、ドライバーの方に本当に感謝ですね。皆さんもセブに来たら、機会があればね、射撃訓練してみてください。で今ね、こうちょっと通ってるところがスクワッターっていう、結構家がない人とか人たちのある場所なんですよ。結構クレイジージャーニーとかで丸山ゴンザレスが行くようなとこですね、スクワッター。本当になんかスラムの究極の場所みたいなとこです。ここはまだいいんです。この奥ですね、本当に奥の方が一気になんか悲壮感というか、ちょっと怖い空気があります。